青年。青年、または成人年齢は、法的には単独で法律行為が行えるようになる年齢のこと。一般社会においては、身体的、精神的に十分に成熟している年齢を指すことが多い。青年に達したものを、青年者、または成人といい、未成年者は、これと対する概念である。一般に、 大人というと青年者などを指すことが多い。また、成年に達することを成人する、成人になるという。各国において成年はある年齢を基準として法的に定義されることが多く、その基準となる年齢は国や地域によって18から21歳とばらつきがある。中には14歳とかなり低い年齢を基準にしている地域もある。なお、国際法。 児童の権利に関する条約において、児童とは18歳未満の者ののことを言う。成人年齢は各国により異なり、児童の権利条約のほか、親の保護監督義務の期間、若年層の雇用機会、選挙権年齢、徴兵年齢などを考慮して引き上げられた、引き下げられたりすることがある。多数の国での未成年者は、司法面において管轄により、結婚、 経済的自立、教育における学位やディプロマの取得、軍隊への入隊などの行為が未成年者の解放により可能となる。米国では全ての州に複数の点で未成年者の解放というのが規定されている。日本ではの年齢20歳をもって成年とするという規定に基づき20歳以上のものを成年者としている。 20歳という年齢については、民法制定当時に徴兵制度や課税の基準年齢で、あ、万二十年に合わせたと考えられているが、当時15歳程度を成年としていた国内の、監修と21歳から25歳が成年と、みなされた欧米諸国と公平を図ったとの見方もある。なお1876年には民法に先立って、定年、成年のこと。 満二十歳と規定した大乗官布告が発布されている。二十歳未満であっても婚姻していれば青年者とみなされる。これは婚姻による青年犠牲と呼ばれ、婚姻関係にある未成年者に独立性を与え、また男女平等を維持するための措置であると得られている。ただし、これらは司法上での法律行為に限られ、飲酒、喫煙、 選挙権など広報に関わる行為については、それぞれに関わる法律で定められた年齢に達するまでは行うことはできない。なお、天皇、皇太子、皇太孫については、18歳で成年となる皇室天範第22条、日本国憲法の改正手続きについて規定している国民投票法では、 投票権は18歳以上の日本国籍が持つことができると定めている。もっとも、公職選挙法上の選挙権の年齢の18歳への引き下げ、18歳選挙権は2016年、平成28年6月22日になされたものの、国民投票の投票年齢は2018年6月20日までの間は20歳以上とされいる。民主党は2002年、 平成14年、衆議院に、成年年齢を18歳に引き下げること、18歳選挙権を実現すること、少年法の適用年齢を18歳未満に引き下げることの3点を盛り込んだ、成年年齢の引き下げに関する法律案を提出した。同等によると、成年年齢等の引き下げは、 政治における市民参加の拡大を図ると同時に若者の社会参加を促進する第一歩となり、また18歳は経済的自立が可能な年齢であり、現に結婚や親や労働、危険有害業務への従事、普通自動車運転免許証の取得、働いている場合は納税者であること等、社会生活の重要な部面で成人としての扱いを受けていること、世界の数世も、 18歳以上を成人としていることに対応するものであるという。成人年齢を変更することに伴い、見直しが必要とされる法令として、法律191、政令40、不令、省令77の計308本をそれぞれリストアップしている。2007年、平成19年、日本国憲法の改正手続きに関する法律が成立し、 日本国憲法の国民投票では選挙権が18歳以上との規定から現行の民法及び公職選挙法とのズレが生じるため法務省の諮問機関法制審議会の民法青年年齢部会は2009年平成21年7月29日の最終答申として民法及び公職選挙法は18歳に引き下げるのが適当とする最終報告書をまとめた 関連法令が200本の改正が必要とされる。ただし、酒の飲酒、タバコの喫煙は、健康上の規制の観点から、現行法を維持することや、公営競技の投票権購入は、現在の20歳の規制が必要とされる。また、現行法では20歳未満の子を持っている、性同一性障害を患う親は、性別の訂正はできないことになっているが、 それが18歳以上で可能になる。同時に18から19歳の性同一性、障害患者にとっても、戸籍の性別を変更できるようにもなる。問題点としては、民法上で18歳以上の者が、青年者とされれば、現時点では未成年者に含まれる満18歳、以上二0歳未満の者が、自由に、ローン契約や、養子縁組をしたりすることが可能となる。しかし、 全法上の未成年者控除、刑法上の未成年者保護、未成年者飲酒禁止法、未成年者喫煙禁止法などにおける、成年の定義を、これに準拠して変更することには、慎重な意見もある。世論の反応について、内閣府が2008年、平成20年7月に行った調査、対象は18歳以上男女、対象5500人、回答3060人では、 調査対象の約八割が青年の年齢引き下げに伴い民法の高額商品の購入の制限年齢が下がることに反対している。ただし、うち四割は未成年への教育、消費者保護の強化を行えば容認する姿勢だという。地方公共団体が市町村合併の是非を問うために実施する住民投票では未成年者にも投票権付与を容認する事例が 増えている。2002年9月に秋田県いわ木町が実施した住民投票では史上初めて未成年者を含む18歳以上の者が投票したほか、長野県平屋村のように中学生から投票可能な住民投票を行った自治体がある。2018年平成30年成人の年齢を20歳から18歳に引き下げることを柱とした。 改正民法と、それに関連する22の法律の見直しが6月13日、参院本会議で可決、成立した。2022年4月1日に施行される、成人年齢を20歳とするのは、明治9年の大乗官布告で初めて定められ、1896年、明治29年施行の民法に引き継がれており、改正は、通算約140年ぶり、 民法上は未成年者であっても、その法律上において、実質的な成年者として扱っている法律もある。韓国では、2011年2月18日成立の改正民法により、2012年から成人年齢を20歳から、万年齢で19歳、数え年で20歳に引き下げた。韓国の青少年保護法には飲酒、喫煙等の制限が定められるが、 その保護対象となる青少年の定義は19歳未満である。ただしその運用については数え年の慣用があるため満19歳に達する年の1月1日を迎えた満年齢では18歳のものが除外される。旧西ドイツ、再統一後のドイツ連邦共和国は1974年から民法の青年規定を21歳から18歳に イギリスは1969年から成人年齢を21歳から18歳にそれぞれ引き下げている。欧米の多数の国では1970年代にベトナム戦争への軍隊派兵や学生運動との関係から成人年齢を18歳に引き下げたと言われている。アメリカでは成人となる年齢が州により異なるが1970年代に 多くの州で18歳に引き下げられた。これは、ベトナム戦争の際に徴兵年齢が18歳なのに、選挙権年齢が21歳なのは、不公正だとして、オルディトナフツーファイト、オールドイナフツーボートをキャッチフレーズとする運動が展開され、憲法の選挙権年齢が引き下げられたことに、伴い多くの州で、成人年齢も引き下げられたものである。成年年齢の引き下げに伴い、 いくつかの州では、飲酒、種類購入年齢も18歳に引き下げたが、若者の飲酒に付随する死傷者数が増加し問題になり、1984年に飲酒、種類購入年齢を21歳以上とする各州に求める連邦法、全米最低飲酒年齢法が成立した。イギリスでは13世紀のマグナカルタの時代に、騎馬兵隊が一般的になったが、 重い防具を身につけたまま乗馬して戦うことのできる年齢として、成年年齢は21歳とされた。1960年代に開かれた、成年年齢に関する審議会、ザ・レイティ・コミッティ c o m m ジオブマジョリティでの成人年齢の引き下げの勧告を受けて、成人年齢は18歳に引き下げられた。以下で、成人となる年齢別の国、または、 行政区画一覧を示す。また、各国において選挙権年齢と成年年齢は必ずしも一致していない。選挙権年齢のデータがある192の国、地域のうち170の国、地域が選挙権年齢が18歳、16歳、17歳も含むとなっている。先進国クラブと呼ばれる経済協力開発機構、OECD の34カ国中。 18歳に国政選挙権が付与されていないのは韓国のみである。以下のように宗教、宗派においては様々な青年の定義がある。そもそも成人とは一人前という意味である。何をもって一人前とするかは時代や民族により大きく異なる。家族の存続を重視する朝鮮の伝統社会では結婚が成人の指標とされた。つまり、 10歳でも結婚していれば、成人として扱われ、30歳でも未婚ならば、成人とは扱われなかった。また、原始社会や、資料採集社会では、特定の猛獣が認められるか否かが成人の指標になった。つまり、年齢ではなく、集団に貢献できる能力を成人の基準にしたので、ある。この基準でも、10歳で、成人待遇される者も,もいれば、 生涯成人待遇をされないものも現れる。近代以降では年齢によって成人かどうかを判断することが増え、年齢による判断基準については成年という用語が使われる。近代以降の日本では20歳をもって成年としているが、これは法律を公平に適用するための基準に過ぎない。 未成年者でありながら、家族の生活に責任を持っている者がいる一方で、少年法で処罰されないことを熟知した上で犯罪を重ねている者もいる。反対に、すでに成年に達していながら、援助なしでは生活できない者もいる。能力を成人の基準にすれば、生涯成人できない者が現れる。年齢を基準にすれば、昔の時代においては成人待遇してはならない。 ものまで、成人待遇することとなる。なお、アダルトビデオやピンク映画など、成人向けとされているものは、原則、18歳以上を指す。これは、性風俗を扱うもので、男性の婚姻年齢が法的に18歳以上という、ところから来ている。映画、有料放送などでは12歳以上、PG-12 指定、15歳以上、R-15 指定、 18歳以上、R-18 指定、成人 A が20歳以上という制限がかけられたものがある。また、医学的には、成人は小児に対する概念であり、やはり年齢を基準として区別するが、法的な定義よりは若く15歳程度からを成人として扱うことが多い。これは、第二次成長を迎えれば、肉体的には成人するからである。 動物の成人は肉体的な成熟のみで判断する。心理学では親から自立していること、職業感が確立していること、性役割意識が確立していることなどを成人の指標とする。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。